3人でみんなで練習するのすげえ楽しかったんだよ。収録日の時にアクタンがなんかジュースを買ってきてて、それをスタジオのその控え室のとこに置いてたわけよ。でその時にそのダンスのその振り付け作ってくれた先生がいるんだけど、すっごい可愛い先生が、まあ、その先生と同じジュースを買ってきてたの、アクタンが。でその先生が普通にそのブースのところのとこに置いてて、でなんかアクタンが普通に飲んでて、あれこれ私のジュース、これ私のジュースだよねっていう、えそれアクタンのジュースじゃない。先生がさ、あそれ私のです、あでも全然飲んでいいですからねみたいな、すげえな先生陽キャだからさ、アクタンがあ本当に間違えてた、ええとかでもうそもそもお前スタジオの中にジュース持ってきてねえだろって。控え室のとこにジュースを置いていたのを忘れてて、あったんが完全にもう自分のだと思って飲んでた飲んでて、しかもさ味も違うの先生と味違うのに気づかなかったっていう。それガチで笑ったのよ。スイちゃんと笑ってたわ、二人で。